はい、どうもこんにちは。今からラインレンジャーを始めます。今日はチーム紹介をしたいと思います。じゃあチームボタンを押します。こちらは、レナードポイント、100%。こちら B で 100%。で、1チームは、こちらスペシャルステージですね。骸骨ステージ6で勝てます。で、こちらはですね、2チーム。まあ、こちらは、無限の塔、無限の塔用です。で、3チーム。こちらは、PVP 用です。PVP 用です。この究極ゼウス・ブラウンの装備ですけど、詳細の方がですね、回避率は 50%、スキルが、105% ですね。で、スキル抵抗は、まあ、大体 100% なので、まあ、前衛ですので、まあ、これでいいかなと思います。まあ、全体的に靴履いてですね、やってます。こちらも、まあ、飛ばして、まあ、靴履いてますね。まあ、これも靴履いてます。こちらのはですね、スキル回避とスキル抵抗。これが、まあ、たけてるっていうことで、こちらを、装備してますね。で、大体、まあ、基準としまして、このスキル回避率を、100% 以上を、あと、スキル回避、スキル抵抗 100% 以上、あとはこの、回避率を、100% 超えるように、まあ、一つの基準として装備してますね。で、飛ばしまして、4チームは、4チーム、こちらは、惑星でしたっけ？降臨ステージですね。失礼しました。降臨ステージ用に、その都度メンバーを変えてます。で、B は必ず、100% でやっております。で、こちらの5チーム。5チームは何に使ってたかな？ 5 チーム。5チームは、5チーム。何使ってた？ちょっと忘れました。すいません。あ、保存しちゃった。こちら防衛チームは PVP で、やってるチームをコピーしている感じです。はい。で、チーム紹介、チームの保持ということで、今回はこちらの研究所で、伝えたいと思います。あ、失礼しました。クリスタル変換ですね。クリスタル変換のレンジャー。こちらはグレードで見ていきましょう。上から、まあ、こんな感じで持ってます。こんな感じで持ってます。こんな感じですね。まあ、特にコメントはございません。まあ、ロッカーザンDもこれも、まあ、いらないっちゃいらないですね。確か。これ確かもうマックスになってたと思います。で、それでですね。それで、飛ばして。まあ、ハムレットは、まあ、これくっつけていいかと思います。まあ、このエドワードもですね、この、自分はもう、あの、
レナードポイント、こちらが100になってますので、まあ、こちらもまあいらないですね。まあ、クリスタルに変換しちゃいます。でソルもまあくっつけてもいいですね。 CC もくっつけてもいいです。こちらのエドワード、これもいりません。まあ、コニーも、まあ、今くっつけてる最中なんですけど、これはメインステージ、メインステージの方で、コニーの黄色の、黄色の7、メインステージでゲットできるんで、これはここ一回変換しちゃいます。変換します。あ、また上に戻っちゃいましたね。で、こちらはですね、新規レンジャー、新規レンジャーが、ゲットした場合、すぐ、なんつうんですか、レベル上げたいときに一応取り置きしております。まあ、こんなにいらないんですけどね。まあ、こんなにいらないんですけど、まあ、まあいいや、まあ、後でやったとして、まあ、これは中級クリスタル変換の時で集めました。こちらは、まあ、これもまあ、モーリラン、空手バージョンですか。まあ、こちらも、まあ、使わないんで、まあ、いらないかなと思ってますけど、コレクションとして取ってます。このベリーダンスですね。このベリーダンスは、コニーを、今、のポイント、レナードポイント。レナードポイントを貯めるステージ。名前忘れました。コニーですね。コニー。その時に一緒にこれを、これ1回、この7体ぐらい。7体ぐらいかな。結構集まるんで、これいっぱい集まった時に、これを、何ですか ?1 回レベル、レベルじゃない。星8にしてからすぐに変換してます。んなとこですね。で、どんどん飛ばしまして、失礼しました。どんどん飛ばしまして、まあ、これもです。ヴィーナスコニー。これは、コニー。青八の、スペシャルステージで、これですね。スペシャルステージの、骸骨。で、このステージでゲッター、それ持ってるんで、それに後でこれを付け加えたいと思います。で、まあ、こんな感じですかね。こんな感じ。まあ、これはですね、まあ、レナードに、まあ、余裕があればね、8のマスターまでしたいと思います。このマリですね。です、あす、うん。な感じですかね。はい、この、星の5。こちらは、今のところは、今必要ないですね。全部、ポイントが、最大になっております。はい、で、こちら、まあ、サンダーコニーなんですけど、こちら、失礼しました。サンダーコニー、これは、進化準備中ということで、もしかしたらということで、一応、取り置きしております。まあ、このベラもいらないですね。まあ、これはもしも、アップグレードしたときに、今まで、進化準備中が、それが解放したときのために取っております。まあ、これも進化準備中ですね。はい。まあ、こんな感じになってます。もうブラウニーの進化準備中なので、アップグレードして解放した時のために、一応、まあ、ブラウニーレベル20ですけど、一応40にして取り置きしております。以上です。よろしければチャンネル登録お願いします。結構動画頻繁に出している方です。よろしくお願いします。